ターボックスには3番藤谷、エラーでランナーを出しています。まず内をついてきました。一塁牽制球、一塁はセーフ。一塁ランナーはそのままです。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。打ちました。センターに大きな打球、これはどうか。センターが取りました。ツーアウトです。打席には3番バッター藤谷、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか、期待しましょう。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球が決まりました。アウトコースは外れます。左中間に大きな打球、さあどうだ。真ん真ん中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁まです。3番藤谷、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。3番バッター藤谷、前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。フォアボールのランナーが出ています。一塁牽制球、セーフ。初球大きく外れています。これが2球目、スライダー外れます。ボール先行です。インコース打ちました。いい当たり、このフライは切れそうだ。切れました。ファールボールです。高めのボール打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ツーランホームラン。半球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。タイガースが追い上げます。7対3、見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。見事ですよね。ここで得点が入りました。